甲子園球場が騒然としています。頭に当たりましたよね。これは安静にしなければなりません。さすがに金本監督も飛び出してきた。担架も持ち込まれました。完全に抜けました。また変化球というよりはストレート系でしたよね。いや、ストレートですね。もちろんインコースのストレートです。あ、自分の担架を食べずに自分の足で歩いて飛び立った自分に向かいますが、でも自分で歩けるのよかったね。完全に頭にきましたんで、コーチと、これがそのシーンですが、これ顔ですか。顔で、こみかみですね。ヘルメットですね。ヘルメットというよりも顔に当たってますね。そうですね。頭よりちょっと下の方にね、はい、